ニュースストピックスです防犯カメラの開発を手掛ける金沢市のイワ通信が顔認証によって決済できる無人店舗システムを開発しましまたあらかじめ顔写真とクレジットカードの情報を専用アプリに登録すれば誰でも利用できる国内初のシステムで客は欲しい商品を手に持って店を出るだけで買い物ができてしまうそうです。 今回はこの話題について経済部の広田記者に解説してもらいます。広田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。 ダイワ通信が開発した無人店舗システムについて教えてください。はい。事前にクレジットカード情報などを登録し、入店時に認証端末に顔を近づけると、入り口のゲートが開きます。はい、店内には多数の AI カメラと特殊なセンサーが付いた棚が設置されており、誰がどの商品を手に取ったかが分かる仕組みとなっています。 店を出た時点でクレジットカードから代金が引き落とされているため商品が盗まれる心配もないとのことですなんだかね、近未来の世界ですよねす商品を持って店を出るだけでレジを通らずに会計が済んでしまう とといううことでですすよねそうなんです、はいえっと、人手が必要になるのは商品の補充のみで管理者は専用アプリを通じて店内の在庫数や取引情報をリアルタイムで把握できるので業務の効率化にもつながります。ものすすごく楽ですよねはい しかもの店員さんを、ね、常駐させなくていいので、うん、人手不足の解消にも貢献しますすよねねそうです、ね、さらに、大和通信の体温検知機能付き顔認証端末は37.5度以上の発熱やマスクを着用していない人を認識するとゲートを開けないといった条件も設定できるので感染対策も可能です。もう今の時代にマッチしてますね、はい 画期的なシステムですけど、うん、これ様々な場所から引き合いがありそうですねはい台湾通信は今年度中に石川県内の大学やドラッグストアなど10店舗への導入を計画しています今後の都など過疎地域や空き店舗が目立つ商店街などへの出店も見込み全国展開を目指します 実用化されるのが楽しみですねはい、えっと、大和通信はすでに金沢市入江2丁目の同社の敷地内に従業員向けの実証店舗を開設しました従業員が実際に使うことで消費者と店舗運営の目線で検証を重ねていくということですそうですか、はい、まあのコロナ禍でねどこも業績厳しいですけれども、うん、こう社員さんやとお金がないよっていうでも続けたいんだけどっていう人にも画期的じゃないですかね。 人手不足の解消かすごい世界がやってきました <laughs> 今回は経済部の廣田記者でしたありがとうございましたありがとうございました